ドライブで訪れる道の駅を立ち寄る場所から泊まる場所へ。人気の道の駅の隣に新たなホテルが誕生しました。新しい旅のスタイルになるのでしょうか。コンパクトでシンプルな客室と木のぬくもりあふれるロビー。昨日オープンしたこのホテルが建つのは道の駅花ロード恵庭の隣です。恵庭はどっちかというと通過する街でしたけども、こうして宿泊施設ができるということで、滞在型の観光もこれから考えていけるな。道の駅の醍醐味といえばグルメやお土産、産直野菜などその土地ならではの魅力を満喫できること。そのためホテルの売店スペースは控えめにして、食事や買い物は道の駅を利用してもらうことで、道の駅を通過点ではなく観光の拠点にすることを狙います。 We think that the 道の駅 and the Fairfield by Marriott product perfectly complement each other. We see a great future. 世界有数のホテルチェーンのマリオットインターナショナルが展開するこのホテルは1泊1人1万4000円余り。空知の長沼町にある道の駅マゴイの丘公園でも昨日オープンしていて、札幌から1時間圏内で泊まる場所、楽しめる旅のスタイルの幅が広がることになります。近くにね、長沼温泉とかもあるし、いいんじゃないですか。自然いっぱいだしね。賑わうスポットとしては大変、北海道自然だけじゃなくね、寄るところがあるっていうのは魅力の一つになるのかな。このホテルは来月23日に南富良野町の道の駅でも開業する予定です。